おい、キツネ、常妙の奴らをよこしてくれよ。喧嘩がしてんだ。いい。お前の英知には興味がねえよ。お袋の教えで十分だ。シンドラ、顔を出すなんて珍しいじゃねえか。まあ、ぶん殴るけどな。ダリウス、俺が言うのも変だけどよ。戦うのが好きすぎじゃねえか。スレッシュ、お前のコレクションにはならねえぞ。たく、気持ち悪いやつだぜ。ヨリック、お前は故郷を奪われたみたいだが、俺は自分で失っちまった。よう、今夜は予定通りか？ムーンケーキ。ちょうど俺、おっと、ああ、元気か、アルン。空か、連中をほっといてやれよ。行くときゃ勝手に行くさ。トリスターナ、こいつはいい前兆なんだろうな。大事な一戦なんだ。愛を知り尽くした俺に言わせりゃ、お前の愛はまがいもんだ、イブリン。アカナ、いろいろ抱えてて大変だろう。俺が楽にしてやるよ。官名だからって手加減すると思うなよ。おい！子供の頃のトラウマを消してえんだ。殴らせろ。どうした？俺がそんなに珍しいか？俺を倒す？水に絵を描くようなもんだ。お前からは闘志を感じるぜ。お前自分に価値があると思ってんのか？とんだ間抜けだな。王様も物乞いも、俺にとっちゃ同じだ。おい、バロン！お前は赤なか？なら嫌いだ。おい、キツネ！この場合どうなる？自分で自分を導くのか？いい。こんな姿にならなくてもよかったのによ。力はあんのにパンチはいまいちだったな。最後まで戦えて嬉しいだろう。消灯だ、変態！ヨリック、お前が安らぎを得られるなら、俺にも希望はある。寝てな、ムーンケーキ。ああ、かわいそうにな。トリスターナ、この勝ちは運じゃねえぞ。どうだ？俺の拳に愛を感じたか？キツネ、あとは任せたぜ。次は道からそれるなよ。素人ばかりだな。お袋によろしく伝えてくれ。なあ、これがやりたかったんだ。ま、頑張った方だな。もう終わりかよ。ち、そんなもんかよ。はっ、殴り勝ったな。半分赤な、半分官名、そして完全無欠。ああ、穴熊を痛めちまった。夢でこいつを持ち上げたような。ポキッと言ったな。思い知ったか、この石像が。四本の腕に澄んだ精神、負ける気がしねえ。今のビビらせようとしたのか？かわいいでちね。いい子いい子。心配すんな。そのうちいい冗談を思いつくさ。バテたわけじゃねえ。ただ、精霊たちは秘密の打ち合わせがあってな。試練の精霊は決して引かねえ。これは、配置替えだ。親父を見つけ、ぶっ飛ばす。そして安らぎを得る。赤菜は休まねえが、一息つくぐらいいいだろう。お袋、いつか帰るぜ。絶対に。喧嘩しててよく聞いてなかったが、しっかり休めってのが官名の教えだったな。お袋、今行くぜ。探し、続ける。負けた！だと。ほう、前線前哨ってのは無理なんだな。
なんだ、自分と戦えると思ってたのによ。なあ、早く忘れよ。そうそう、この感じ、穏やかだ。そう簡単には諦めねえよ。負けたからって引きずることはねえ。次は奴らを引きずり回す。戻ってきたのか？どこかで道を間違えたみてえだ。お袋が近くにいた。間違いない。ああ、導きはいくらで買えんだ。ぼったくられんのは好きじゃねえんだ。頼むぜ。その商売魂、嫌いじゃないぜ。精霊に見合う品なんてあんのか？気前がいいな。無駄にはしねえ。また一つ、道を進んだな。また自己評価が上がっちまった。ふん、まだこんなもんか。俺は特別だからな。手貸せるか？危ねえぞ！どこ行った？はいはい、行くよ。俺をお行儀のいい奴だと思ってるだろう。心配すんな、アカナ。喧嘩は得意だ。お前ら官名にはずっと見下されてきた。拳で語り合うってのはどうだ？アカナか。俺もそうだが、あいつらみたいに惑わしたりはしねえ。官名には気をつけろ。偉そうに救済だとか言うが、ろくなもんじゃねえ。やっと暴れられるぜ。平和だの導きだの、うんざりしてたんだ。どいつもこいつも狐の話をしてるけどよ、肩に穴熊を乗せた男前の精霊の話はしねえのか？お袋が庇護の精霊だと、掟破りも楽じゃねえ。だが俺は、抜け道を見つけた。約束を守れない精霊はクズだ。親父もそうだった。親父を探すために家を出て、今じゃ家までの道もわからねえ。ある意味文学的だな。ここで死んじまっても、向こう側でまた会えるさ。もちろん、その時はまたぶん殴ってやる。魂は収穫する前に戦わねえとな。腐った奴を選別できねえだろ。お袋が今の俺を見たら、って見えてんのか？ああ、今は見ないでおいて。俺には見る目がねえっていう奴もいる。負け惜しみだな。道を歩む間はいろいろと考えたんだが、今は楽しいからこうしてる。お袋に人の助け方を、親父に人の傷つけ方を教わった。赤な？勘名？どっちでもいい。一人よがりのクズどもさ。あの世で穏やかに過ごしたい？ならまず、俺を倒すことだ。精霊は一別して俺を判断しやがった。血筋で価値が決まるわけじゃねえのによ。誰だって死ぬ。ああ、例外もいるがな。命がけで戦えと言いたいが、みんな死んでんだよな。試練の精霊。いい響きだ。策を浪して陥れる。それが赤名のやり方だ。執念ってのは大事だ。あと、腕っぷしもな。家に帰らねえと、お袋が待ってる。裏付けがあるなら、大口とは言わねえ。官名の指図は受けねえ。赤なのもだ。俺は寛大だぜ。それに見合う奴にはな。戦いが俺を呼んでいる。まあ、そうじゃなくてもやるけどな。自分で招いたことだ。自分で解決する。誰にも俺みたいな目に遭ってほしくねえ。道にいる精霊は皆目的を持ってる。俺は別だが。官名は直接手を下さねえもんだが、俺は赤名でもあるからな。一歩でも踏み外せば、すべておしまいだ。話し合い？つまんねえな。拳で語ろうぜ。まずは力を示せ。
嘆きはその後だ。上妙は今のうちから鍛えておけよ。俺は強いぜ。上着も靴も救済もいらねえ。赤菜は悪じゃねえ。咲く花も枯れるって話だ。俺に挑んで生き延びられたんなら大したもんだ。道に迷うのが先か、俺に負けるのが先か。導くだけなら簡単だが、俺の仕事は骨が折れる。見つけるまで歩き続ける。見つけたら、どうする。穴熊の毛が風になびくこの感覚、たまんねえぜ。おかしなもんだよな。善良な精霊が一番残酷だったりする。延々と品定めする奴もいるが、俺は1ラウンドあれば十分だ。よっしゃ！いや！いや！行くぜ！かかってこい！いや！楽勝だぜ！うわ！アナグマパンチ！ほら、面かしな！アナグマクラッシュ！スピリットスマッシュ！ヘッデー！俺の拳を刻んでやる！この雑魚が！神隠しだ！無駄だぜ！しぶといな。いいぞ！飽きねえな。しっかりやれよ。精霊に血はねえのさ。全力で来いよ。勝負はついてるぜ。ひるむなよ。こいつを待ってたぜ。根性を見せろよ。さあ、本気で来い。フェアじゃねえよな。やるじゃねえか。やろうぜ。